はい、モンスターハンターワールドアイスボーンベータテスト版が本日2019年6月21日に配信がされました。それでは本日はそのベータテスト版の方をシングルプレイでプレイしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回新たにクラッチクローンという、新アクションが、新しく導入されました。はい、でですね、こちらハンターの作成、男キャラかもしくは女性のキャラクターの方を選ぶことができます。はい、では、本日は、男性キャラクターの場合プリセットとしまして、こちら6種類のキャラクターの方からキャラクターを選ぶことができます。1人目、2人目、3人目、4人目、5人目、6人目になります。はい、女性キャラクターの場合はプリセット、こちらの方も同じく6キャラで、1人目、2人目、3人目、4人目、5人目、6人目というような感じで、こういった感じで6人のキャラクターからプリセットを選ぶことができます。はい、でですね、こちらハンターの名前も入力することができるんですが、こちらの方は、残念ながら今回あくまでもベータテスト版ということですので、クリアした後データの方が消されてしまうので、今回名前の方を入力しないでそのまま決定をしたところ、ハンターというように表示されました。では本日はとりあえずハンターという名前で、開始したいと思います。そして、ハンターのプリセットの方、外見の方を選んだ後はこういった感じで、次はオトマイルの作成の方も可能となっております。オトマイルの方も初期はプリセットとして6種類、おなじみのアイルーのキャラクターや今回新しく設定されたであろうこういった耳の長いアイルーもいます。そしてこちらアイルーの方、見たことのあるおなじみのキャラクターのアイルーや耳の長いこういったアイルのキャラクターなど、お好きなキャラクターを選ぶことができます。はい、で、ですね、好みのアイルが決まったら決定ボタン、こちらの方を押して、オトマイルの方の名前も決定することができるのですが、そして今回の方、クリアデータの方、セーブがされませんので、とりあえず確定にしてみたところ、オトマイルの名前がオトモという風な名前に決定されました。はい、ですね、先ほどのキャラクターがハンターとオトモのキャラクターになります。そしてですね、この後初級者向け、中級者向け、上級者向けといった風に、3つのクエストを選ぶことができます。初級編の方はドスジャグラス、中級編新しく登場した猛牛竜バフバロの狩猟になります。そして上級、皆さん、おなじみと思われますが、獣王無尽のティガレックスという3つのクリアデータ、セーブデータじゃなくてクエストの方を選ぶことができます。はい、そうですね、初級の方ドスジャグラスの方は古代樹の森、そして猛牛竜バグバロの方は渡りの果て地という新しいクエストになります。先生、こちらの上級者向けティガレックスの方も渡り抜いて地のマップで、戦闘を行うことができます。はい、
というわけで本日は、キャラクターのプリセット、お供のプリセット、そして選ぶことができる3つのクエストの内容の方のご紹介をさせていただきました。本日はご視聴の方ありがとうございます。